アンドリュー・エドワード・ブテラは、アメリカ合衆国インディアナ州バンダーバーグ軍、エバンズビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のヒューストン・アストロズ参加所属。愛称は、ザ・ドン一部メディアでは、ビューテラと表記されることもある。父のサル・ブテラも元メジャーリーガーである。2005年の MLB ドラフト5巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、6月9日に契約。 契約後、参加の A-9 ブルックリンサイクロンズでプロデビュー。55試合に出場して打率。217、1本塁打二23打点、1盗塁を記録した。2006年は A 級ヘイガーズタウンサンズでプレーし、95試合に出場して打率。186、5本塁打三38打点、1盗塁を記録した。2007年は、 AAQ セントルーシーメッツで52試合に出場後、6月に AAQ ビンガムトンメッツへ昇格。AAQ ビンガムトンでは30試合に出場して打率。188、1本類打、4打点を記録した。2007年7月30日にルイス・カスティーヨとのトレードでダスティン・マーティンと共にミネソタツインズへ移籍した。移籍後は、 参加の AA 級ニューブリテンロックキャッツでプレーし、17試合に出場して打率、263打点を記録した。2008年は AA 級ニューブリテンでプレーし、96試合に出場して打率、219、7本類三打39打点を記録した。オフの11月19日にツインズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。 2009年3月31日にトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ配属され開幕を迎えた。この年はトリプル A 級ロチェスターでプレーし99試合に出場して打率211日本塁打25打点を記録した。2010年3月7日にツインズと1年契約に合意し自身初の開幕ロースター入りを果たした。 4月9日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。この年はジョーマウアーに次ぐ2番手星として49試合に出場。打率197日本塁が13打点と打撃面では結果を残せなかったが、投塁阻止率は43%という高水準だった。2011年2月26日にツインズと1年契約に合意。この年は マウアーの故障によって、出場機会が増え、93試合でマスクをかぶった。しかし、打率は、167と力不足は明らかだった。オフには、MLB の台湾遠征チームの一員に選ばれた。2012年3月31日に、トリプル A 級ロチェスターへ配属され、3年ぶりにトリプル A 級で開幕を迎えることとなった。5月1日にメジャーへ昇格。 その後は、マガーのバックアップとして、シーズンを過ごした。この年は42試合に出場して打率、198、1本塁打、5打点を記録した。2013年1月17日に、ツインズと1年契約に合意、開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのイタリア代表に選出された。シーズンでは3月25日に、 トリプル A 級ロチェスターへ配属され、開幕を迎えた。7月24日にマウアーが育休リスト入りしたため、メジャーへ昇格。2試合に出場したが、7月28日にマウアーが復帰したため、トリプル A 級ロチェスターへ降格した。結局ツインズでは2試合の出場に止まった。2013年7月31日に、 ミゲルスルバラントのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。移籍後はトリプル A 級アルバカーキアイソトープスで16試合に出場し登録枠が拡大された9月1日にメジャーへ昇格。昇格後は4試合に出場し打率143だった。オフの11月29日にドジャースと70万ドルの1年契約に合意した。2014年は AJ エリスに次ぐ2番手星として開幕ロースター入りしたが4月8日にエリスが左膝の故障で離脱したため先発としての出場機会が増加また投手としても2試合に登板したこの年は61試合に出場して打率1883本塁打14打点を記録したオフの11月7日に日米野球2014の MLB 選抜に 選出された。帰国後の12月5日に、ウェーバー工事を経て、ボストンレッドソックスから、保守のライアン・ラバーンウェイが加入したため、同日に、ィーフとなった。2014年12月9日にトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2015年はエンゼルスでは10試合に出場したが、打率。190で、本類だと、打点なしに終わり、5月4日に、ィーフとなった。 2015年5月7日にライアン・ジャクソンとのトレードでカンザス式ロイヤルズへ移籍した。ロイヤルズ加入後はリザーブ保守として45試合に出場したが打率は200未満に止まり通年での打率は196だった。守備では2球団系で投塁阻止率38%を記録。また数試合で一塁手も守った。2016年は フルシーズン、ロイヤルズでバックアップ保守を務めた。打撃面では、キャリア最高クラスの好調を維持し、打率、285.4本塁打、16打点、オプス0.808という成績を記録、打点以外は、キャリアハイだった。守備面では51試合にマスクを被ったが、6失策、守備率98 5、981DRS5、 当類阻止率25%と芳しくない数字が並んだ。また、前年に続いて一塁も守ったほか、2014年以来となる2試合に投手としても登板。計1.1イニングを1安打1脱三振というピッチングにまとめ上げた。2017年開幕前の3月に開催された第4回 WBC のイタリア代表に選出された。 2018年8月31日にジェリー・バストとのトレードで金銭と共にコロラド・ロッキーズへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。2019年2月5日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月21日に自由契約となった。その後、 3月25日にロッキーズとマイナー契約を結んだ。開幕を3カの AAA 級アルバカーキアイソトープスで迎え、4月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月3日に DF となり、6日にマイナー契約で AAA 級アルバカーキへ配属された。9月3日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 オフの10月31日に FA となったが12月18日にマイナー契約で再契約を結んで2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2020年7月22日にメジャー契約を結んで40人枠入りしたオフの10月28日に FA となった2021年1月13日に テキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕前の3月27日に一旦自由契約となったが、同日中にマイナー契約を結び直した。5月のマイナーリーグ開幕時には、参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスに所属していたが、出場試合はなかった。その後、5月7日に、 金銭トレードでエンゼルスへ移籍し、即日でメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月29日にリーフとなり、6月1日にマイナー契約で参加のトリプル a 級ソルトレイクビーズへ配属された。その後、8月31日に自由契約となった。エンゼルスを自由契約となった同日の2021年8月31日に、 ヒューストンアストロズとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級、シュガーランドスキーターズへ配属された。ありがとうございます。